はい、今日はこちらを開けていきます。おばあちゃんに買ってあげた給油ポット、保温ポットですね、を開けていきたいと思います。ということでこちらですね、バキュームコーヒーポットってことで、こちら保温ポットでございます。色はね、この3種類、銀と赤とブルーがありますんで、この今回はね、こちらの赤レッドを買いました。ここで見えるんですけど、でここは2リットル入るポットになっております。開けていきましょう。おお、すげえ。あ、結構軽い。こんな感じでございます。おお、すげえ。おお、すげえな。おお、ここで結構ギンギンに光ってますね。ここで押して込んで、ここで開くと、なかなか中はこんな感じにたくさん入るようになってます。見た目もね、赤でめちゃくちゃかっこいいんで、裏はこんな感じで、サイズはこの手のひら広げるとこんくらいになってます。でこれ保温するんで、おお、ここ、こういうふうに開けるんですね。ここ、こういうふうに閉めて、ここ開けて、こうやって開ける。で、注ぐというふうにできるみたいです。でね、この保温ポットをね、これからばあちゃんが使っていくんで、またレビューしていきたいと思いますね。気が向いたらですけど。ってことで、ご視聴ありがとうございました。今回は、バキュームコーヒーのポットでした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。